染め分けダイカーは、ウシカダイカー族に分類される、グーテー類。コートジボワール南西部、シエラレオネ、リベリア体長135センチメートル。おなが15センチメートル。体高75から85センチメートル。体重70キログラム。頭頂部の体毛は短い。肩の体毛も短い。頭部から頸部、肩、胸部にかけての毛衣は、黒褐色で。 肩に白い帯模様が入る。胴体の毛衣は、海国色で、灰色の皮膚が、霜降り状に見える。四肢の毛衣は、赤や、褐色味を帯びた白。死有ともに先端が、わずかに後方及びやや下方に向かう角があり、角の断面は円形。拡張15から17センチメートル。熱帯雨林、森林内の小宅地、サバンナなどに生息する。 茂み焼きの根元などで休んだり封をする。植生は雑食で、植物の葉、芽、茎、樹皮、果実、昆虫、鳥類の卵、動物の死骸などを食べる。繁殖形態は体制。妊娠期間は7から8ヶ月。1回に1頭の幼獣を産み、年に2回繁殖することもある。生後9から12ヶ月で、生成熟し、寿命は10から12年。 少なくとも1980年代初期には肉が食用として販売されていた。ココアやヤシを食害する害獣とみなされることもある。もともと生息数が少ないと考えられている上に、害獣としての駆除などにより生息数は減少している。ありがとうございます。